おい、起きろ。頼む。早くお前が起きないと、首筋すってしまいそうなんだ。やっと起きたか。お前、このバカ。見張り人のくせに、なんでこんな時間まで寝てるんだよ。言ったろ。お前の命を助ける代わりに、俺たち兄弟の面倒を見ろって。お前が事故による出血多量で死にかけてた時に、俺たちが眷属にすることで助けてやったんだ。その恩を忘れたとは言わせないぞ。じゃあちゃんと仕事しろよ。俺たちは今禁欲中なんだ。お前がこんなところで無防備に寝てたら、どうしたって襲いたくなる。ちゃんと制御して、できないんだよ、バカ。これだから何も知らない人間上がりはよ。3日何も食べてない状態で、熱々の鉄板焼きハンバーグ目の前に出されて我慢できんのか、お前は。無理だろ。で、ちょっと、そんなに近づくな。なんか、寝起きのお前すげえ、悶々とする匂いするから。いいから、シャワー浴びてきてくれ。あと、スバルがずっといない。どこ行ったのかわからないけど、俺はちょっくら探し行ってくるから。ねえ、そこのお嬢さん、ちょっとでいいからさ、血を吸わせてくれないかな。ごめんね、こんなこと突然言ったら怯えるって僕だってわかってるんだよ。でも今お家では吸血できない理由があるんだよ。大人の事情ってやつ。まあ、こっちの事情はどうでもいいんだけど、事故に遭ったと思っておとなしく肩の力抜いてよ。痛くしないから。そうしないと深く深く痛くなるように噛みついちゃうけど、どっちがいいの？早く選んで。美味しそう。3、2、1。お前何やってんだ？いや、兄ちゃん！外でこっそり人間の血を吸おうったって、そうはいかないからな。俺だって我慢してんだから、お前もしっかりしろよ。だって兄ちゃん、家にも美味しそうなの一匹いるし、我慢できないよ。それに、この子の首筋見て、最高に美味しそうじゃない？マジだ。絶対濃厚で甘い血してる。で、ダメダメダメ。スバル、健康診断に引っかかって再検査になる方が嫌だろ。今は我慢だ。ただいま。お腹すいた。血がすいたよ。本当に、もう力出ないな。
仕方ないから、せめて人間の飯で我慢しよう。って、あれ。彼女どこ行った？あいつ、俺たちから目離すなって言ったばっかりなのに。本当に抜けてるっていうか、眷属失格っていうか。あ、兄ちゃん。こいつ、また布団で寝てるよ。しかも、お腹出して、こんなに首筋も露出して。あ、の野郎。そんなに俺たちに座れたいのかよ。シャワー浴びてすぐに二度寝しやがったな。もう無理だ。無理だよ。こんな寝顔見せられたら。吸って、吸って、吸って吸って吸い殺したくなってくる。兄ちゃん、あのさ、僕ちょっと寝足りないんだよね。最近夜中も悶々として起きてばっかりでさ。だから少しお昼寝しようよ。ここの布団で三人で。別に一緒に寝るのは構わないもんね。確かに。そう、寝る分には構わない。それで、もしかしたら夢と間違えて隣にいる彼女をむさぶり尽くしてしまう可能性もあるけど、それは事故ってやつだもんな。何の問題もないよな。おいしい。あれ、起きたのか。おはよう。あ、じゃなかった。ここは夢の中。俺は何も知らない。ただ寝ぼけながらお前のこと吸ってるだけだから。何してるのって。うるさいな。お前が何回言っても無防備な格好で寝てるから、こうやって吸血しちゃったんじゃないか。もういいよ。健康診断なんて。どうせいつかは死ぬんだし。好きな時に。お前の血を吸って死にたい。はん。こっちも忘れないでね。僕は元から健康診断なんてどうでもよかったんだ。とにかく、吸って吸って吸って、血を吸いまくるのが吸血鬼だろう。今日はお腹いっぱいになるまで君の血を吸う。二人にそうやって吸われるわけだから。君はもしかしたら、また死にかけちゃうかもだけど。別にいいよね。だって、もともと僕たちが助けた命なんだし。そうだよな。こいつ。一緒に住まわせるって決めた時から、かわいいかわいい、俺たち兄弟の餌だ。特に、お前の血は甘くて、濃厚で美味しいから。やっぱり、
マジで他の人間の血なんて吸わなくて正解だったよ。君の血が一番だから。安心する味。でも、どこか刺激的で。今晩はまだまだ、眠れそうにないね。